ってます。応募数すごくて、なんと今日が締め切りなんで、はい、ここにいる人たちはラッキーだぜ。今日は直接スタッフに言っても応募の資格が、応募じゃない、抽選の資格があるということで、はい、スタッフは後ろにいる今手を挙げている方に声をかけてください。もしくはこちらの出演者どなたでも、はい、声かけてくれれば応募できます。もしかしたらちょっとわがままで初ベル社員をまだ来てもいいかなっていうのを俺たちも言う権利があるんだよ。ベル社員のお客さんたちはノリがいいかどうかをちょっと確かめさせてもらおう。手拍子を一緒に、いいね。ワン・ツー・サン・シー・イッチ・ニー・サン・シー・イッチ・ニー・サン・シー・上にいる方も一緒に、子供たちも一緒に、それでは1作品で、おじいちゃん寝ないように、そこのおばあちゃん寝ないでね。さあ盛り上がっていくぜ。カバー曲やるっていう、今日はいろんなことが、はい、子供たちいるからね、子供たちもうちょっと集まったらね、あの有名なアナと雪の女王なんかもやっちゃおうかなと思います。ぜひあの上にいる方も下に降りて一緒に楽しみましょう。まだ椅子空いてますのでね、皆さんぜひ仕掛けて、はい、行こうぜ。Oh.
いい曲ですよ。
リジナルの曲、いつもはこのメンバーでやるときはいつもカホンがいる、カホンとかタイプいるんですけど、はい、あと本番はね、11月16日の本番はもうゴージャスなバックメンバーダーンと来てですね、照明とかも東京からドカーンと来て、激しく派手にやるので、ぜひとも今日応募してくださいこちらのチラシの応募ですね、無料ですからね皆さん、はい、チャンスです、チャンスです、無料協調戦って言うよ無料大事ですよ、大事大事、無料だからってずっと人いっぱいいるよね、あそうね、はい、今日もそうなの私は、はい、絶対そうだと思うはい、それでは聴いてください、オリジナル曲、君はずっと僕の大切な人、デビュー初日の Bye.
い、リナちゃんのためにじゃあカバー曲2曲リナのために、リナリナのためにリナリナのために、はい、では、次の曲は光へという曲です。はい、はい、一緒に歌ってくれたら嬉しいです。それでは聴いてください、光へ。
お、皆さんちょっとだんだんエンジンがかかってきて盛り上がってきてます。来てますか？盛り上がってますか？はい、次の曲は私のオリジナル曲ラブレッスンという曲です。この曲はですね、ラブレッスンそのままラブレッスン、恋愛教訓という感じに直すとそういう曲なんですが、この曲には、伝えたいことは今伝えなければ後悔しても遅いんだよというメッセージが込められております。私はこの詩を書くときに、恋愛をテーマにして書いたんですが、恋愛だけじゃなくて、日常生活の中でも後悔をしてしまうことはあると思います。この曲を聴いて後悔しないように生きようって思えてくれたら嬉しいです。はい、それでは聴いてください。ラブレッスン。
は聴いてください。私のオリジナル曲リナ。あなたはいつも笑ってた。いつもあなたはいつも強かった。いつもどんな時も何があっても私はあなたから元気をもらう。風が心に囁く。
このままじゃダメなんだ。私たちはそのいじめなどを舞台を通して良くないことだよっていうのを伝えたいと思います。そのテーマ曲となった明日はきっと晴れるよ聴いてください。11月入りますとこれの今から流れる曲のテレビコマーシャルも、はい、だから耳にすることが皆さんもあると思うんで応援してください。はい、
Thank you.
ーティストたちに、この機会を設けさせていただきありがとうございます。ありがとうございました。今日の目的はこの11月の16日のコンサートの抽選日がですね、本日申し込み締め切り日なんです。まだ間に合いますので、ぜひお越しいただいている皆様、あと先ほどはねテナントの方も皆さん見てくださっていましたので、申し込みの方をぜひぜひしていただきたいなと思います。で、申し込みの方はですね、あちらの女性、この同じ T シャツを着ている女性ですね、と、あと私たちに声をかけていただければ、受付の方をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あとは当日ユーストリーム、YouTube、この2つでですね、ネットのリアルタイム配信を行いますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいなと。あと先ほど今の、明日はきっと晴れるよという楽曲を、バックにしました CM も放映いたしますので、はい、11月の頭ですね、放映いたしますので、そちらぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、それでは、あとは皆さん当日かな、はい、あと11月の8日、ごめんなさい、11月の8日、はい、はい、あと11月15日です。あ、そうか、はい、11月の8日が辰野町の宮所でコンサートをこの2人ですね、はい、ワンマンライブの方は残りわずか何席になってますので、はい、もし興味ある方はぜひ声をかけてください。はい、そして、あずみちゃん、はい、11月15日、茅野市駅の、LCV という会場で、こういう形で、はい、2階、はい、このような形でライブするのでぜひ見に来てください。はい、それでは、はい、また皆様どうぞ、KC アーティストの応援どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。